取りましたじゃあちょっと下の方に。はい、元限界集落から、地域おこしチャンネルです。私多田智義です。私あの郡山杉崎です。はい、大学生の丸山です。はい、今日はですね、杉崎さんと丸山さんの方にゲストということで来ていただきました。今日は一体どういうことをやるんでしょうか。今日はですね、池谷集落 の、はい、春 の、はい、美味しいものを、はい、かき氷シロップにしようかなと思って。なるほど、はい、春の美味しいものって何でしょう。吹きのとうをちょっと実はかき氷シロップにしたいなって前から思いがあったので。おお、すごいですね。これはなんかこの土地でしかできないっていうちょっとやってみたいなと思ったんで。でも吹きのとうっつったってちょっと雪が埋まってますけど、これあるんでしょうかね。まあ普段だったらその雪解けでこう見つけやすいんですけど、そうですね、ちょっと見つけにくいんで。そうですね、まあただ今回はですね、雪が積もってると言っても一回雪が溶けてもう生えてる状態でたまたま雪が降ってきただけなんで、はい、掘れば見つかると思いますんで、はい、はい、安心していきましょう。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは行ってみたいと思います。はい、これなんかこうちょっとこう手でこうさっと払いのけると、まあ結構できます。ちゃんと出てますね。そうですね、まあ、ちょっとこうもう開いちゃって、あとこっち、まだ普通のつぼみっぽいのもあるんで、まあ、これもそう、はい、あんま開いてないんで、これいいですね。うん、なんか雪の、うん、雪の中でから取るってなんか結構新鮮で、うん、贅沢ですね。これなんか逆に逆ですよ、ちょっとかき氷作るにらしさが、そうです、はい、雪がいいですね、かき氷作るには。はい、この辺の方がまだちょっとつぼみっぽいのが残ってます、ね。いいですね。ああ、これいいです。そう、なんていうか、やっぱこっちからこう雪が溶けてるんで、はい、こっちに行けば行くほど日が当たらないんで。そうそうそう。ほら、これもつぼみです。つぼみですね。つぼみが良ければこっちに、はい、行くほどにあります。まだいい形ですね、また。これ。そうですね。うん、これじゃあ雪下吹きの塔みたいな。雪下吹き。なんかいや、この映像見てなんかかき氷食べてもらったら結構なこういいですよね。うん、ストーリー的にはかなり完成してますよね。完成してますね。もうこんなもんでいいですか。もうとりあえずこれぐらいで大丈夫。うん、じゃあこの雪中にあったフキノトウを今日はこれを茹でます。ただまあ事前に茹でて水に入れてアクを抜かなきゃいけないので、それで一回事前に煮ていただいたのがこちらです。で今日はこれを、ハンドミキサーでまず潰して、それで砂糖と、今日は油分を足すっていう意味合いで苦味をそれで中和できるんですね。なのでそれで今日はくるみを用意しました。でだからこのくるみとガムシロップで今日は作ってみたいと思います。大体 100g まず入れていただいて、大体100ぐらいでいいかな。これ大体 100g になりました。じゃあこれに大体40ぐらい入れればいいんですけど、はい、まずこれ単純に、はい、攪拌してみてそのまま食べていただくのと、砂糖を入れた時にどういう変化があるか、あちょっと今日楽しんでいただきたいなと思います。すごいですね。たくさんちょっと半抜けをして、うん、うん、確かに結構苦いですね。前食べたやつより苦い。うん、なんでやろ。処理が遅かったかもしれない。あ、これか、茹でたやつを水につけるんですよ、半日ぐらい。あでそこでなんかもう茶色い液体とかになってくるんで、うん、それでアクが抜けるんですけど、これ相当強いです、これは。うん、昨日夜やってさらしたんですけど、へ朝まで。なんでやってるの。おー、これすごい。でもあれか、前の吹き味噌も実は苦かったかもしれないですよね。あ、これガムシロップ。はい、じゃあこれで一回加工します。
ノベーゼとか作る方いらっしゃるんで、で正直言います、まだこの段階で多分ね、はい、いい反応ないと思います。あ、そうですか、はい、ちょっとこういう感じで、うん、なんか甘苦い感じ、甘苦い、はい、なんか普通です、なんか微妙な味ですね。でもさっきえぐみあんま感じないですよね。うん、まあまあ、うん、明らかにどうですか、苦い、苦いまだ苦い、大人の味、かなり大人ですね、大人ですね、かなり、でもなんかまあまあこれはこれでありかなっていう感じはありますけど、うん、大人のかき氷ですね、大人のかき氷、完全に、はい、じゃあそこにちょっとその油分を足すためにくるみ入れてみます。えぐみをどれだけ減らすかがあの勝負どころなんで、そうですね、ちょっと20ぐらい入れましょうか、結構えぐみ強いですね今回は。雪の毛だとそんななかったんですけど、じゃあこれで入れてみます。じゃあこれでちょっとまたもう一回試食してみましょう。おお、色が違いますね、全然違う、こっちがそのくるみ入り、こっちなし、うん、はい、ちょっと絡めていいですか、はい、おなんか全然苦くない、はい、すごい、ちょっと本当ですよこれ、本当ですか、はい、やらせみたいな、すごいやらせにしか見えない、ね、いやでもやらせじゃない、やらせじゃない、はい、すげえ、すごい、はい、ちょっと安藤君も食べてみたら、あ、じゃあまずこっち食べる、今、ね、すごいでしょ。あ、これはこれででも美味しいけどちょっと確かに苦い、え、すごい、なんか全然違いますね、すごい、あ、ほんとだ、でしょ、甘みが、はい、結構先に来て、うん、後から優しい苦みが、油、これの方が油です、食べやすい、だからそう、えぐみを全部包み込むんですよ、すごいコーティングされてる、だからこれを伝えるために僕全部だから食べてますよ、なるほど、段階を、すげえ、これはもう完全に策略だ、いや面白い、これがだからそのかき氷とかいろいろ食べ物を作る時の面白さですよね。おショック、はい、ちょっと回すのか、はい、あ、じゃあ回します、あ、そうですね、挟んでるから、はい、ショックリーム、ここに持ってた、結構もういい感じですね。ではじゃあ一応ミルクシロップを用意したので、はい、ミルクシロップを下にしてこのフキノトウを上にしてちょっと食べていただけると、うん、じゃあこの雪の中にあったフキノトウという感じがすると思う、こっち、え、さっきミルク、はい、ミルクを下の方に、下ベースのシロップなんで、こういう感じで、はい、そういう感じでかけていただいて、はい、上に最後にフキノトウシロップ、あ、なるほど、これはこうかけ、はい、そういう感じで、これこんなもんでいいですか、はい、そんなもんで抹茶っぽい感じですね、抹茶ミルクみたいな感じが、ちょっと写真撮らせてもらっていいですか、はい、じゃあまず多田さんに感想を作るんで、うん、うん、なんかすごい新しい、ね、あ、でもやっぱ、フキノトウらしさは残ってますね、ちゃんと。はい、よかったです、よかったです。うん。
もうちょっと多分ガムシロップ入れた方がいいかもしれないけど、その氷にした時にまた違うんで、さっき舐めた時とそのかき氷した時でその水分量が違うんで、もうちょっと甘い方が合うかもしれないですね。それもちょっとこれから検討しながら、確かに、はい、ちょっと多分甘さ薄いですよね。そうですね、さっき食べた印象よりも、うん、ちょっと足してみましょうか。まあでも、なんつうか甘すぎない感じで、はい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 、これはこれで、もうちょっとです。お茶漬け食ってるみたいな。おいしい、おいしい。あ、よかったです。うん、こんな感じで、池谷の、はい、池谷らしさを表現するっていうので、今回、用意させていただきました。すごいシロップでですね。はい。いや、ありがとうございます。ちょっと次第ですね、ぜひ。女子バージョン。女子バージョン。おお、あ、吹きの塔ですね。なんか面白い感じが。うん、ないですよ、他に。でも美味しいです。はい、子供食べれますよ。あ、本当。ね、いけますよ、ね。美味しい。後でちょっと読んでみましょう。はい、わかりました。動画を。あの、かき氷を。かき氷ね、来年かな。美味しい。ちょっと塩入れるとやっぱりもう少し甘くなる感じです。なんか引き出せるかなと思って、それもちょっと食べていただいて。いや、すごいね。塩入れるとどうですか？なんかちょっと、なんだろう、甘さがほんのり出てくる感じ。あ、本当に。入れた方がやっぱり違う。でも吹きの塔はしょっぱく食べるじゃないですか。うん、だから違和感がないです。なるほど。確かに天ぷらとかしてるって。あ、そういうきつくのか。いろんな使い方があるんで。本当だ。うん。塩がするとまた印象変わるね。本当だ。塩はなんか後に塩が残る感じがして、うん、でまたえぐみがさらに減る感じがする。うん、じゃあちょっと塩かけてないよ。後でかけるよ。下処理も大事だ。うん、結構印象変わりますね。でも吹きの塔でできるんですよ。何でもできますよ。確かに。コゴミとかはどうなの？山菜。なさすぎて。なさすぎて。なるほど。あの1個だけ、あの川魚だけやめてください。あれだけはもう無理なんで。川魚はもう無理です。あ、すごい、うん、あれはちょっと相性悪いです。なるほど。いくらいくらちょっと結構部屋が温かいから。じゃあそんなことやってみて、一回氷買います。氷やっぱ軽いからいっぱい食べれますよね。そうですね。あ、どうも。